多少の疲れ覚えた俺、壊れそうなこの心、癒すため一人車飛ばす。ふっと気づき林立するビル、ビルと森にいる気分となり、ありの夜に地下潜り、車降りエレベーター探す。重い足取り険しい表情で歩く、ここは地下駐車場、行き先はこのビルの頂上。薄暗い空間の中、瞬間発見できたな。上への入り口、ドア開いて入り口、ほっと一息つき乗り込むエレベーター。当然ボタンは上へだ。ガタンと上昇開始、動き出し再始、持ちのリーマンはいない。今自慢の夜景はマジで絶景、まるで星をぶちまけ太陽光放つ。マジで俺必ずなんて思いつつ立つ。ここはエレベーターの中、上昇中真っ只中、最上階はまだまだ。足元には東京の街広がり、キラキラで光る街の明かりが照らす。高層ビルの窓ガラスにさらす自分の姿に、今は何を思う、誰に何を問う。最上階まであと少し、ガラス越し一線帽子のようなちっぽけな人間、見下ろし出たならばアホらしい。それ以外に言葉はなし。ゲットの中のお菓子、口に含んだならばなぜかお菓子。くなってきて似た似た、こぼれる笑みは誰か見た俺。ああ今ちょっと恥ずかしい。ピンポン、軽い音とともに到着。降りる他の乗客の後、足取りは軽く、気分はだるくじゃなく、そう爽快なこの状態の俺も今続く。そんな自分に今気づく。不思議たかが景色によって意識はこんな風に。